こんにちは、ミニコです。今回の台湾での宿泊は、一度は泊まってみたかった丸山大飯店ザ・グランドホテル台北です。最寄りの MRT 駅からホテルの無料のシャトルバスを利用して約5分ほど。ここ丸山大飯店は1952年に建てられた台湾第1号の5つ星ホテルです。まずはチェックイン。到着した時はフロントは埋まっていましたが、並びは私が一番先頭でほぼほぼ待たなかったです。フロントすぐ近くのエレベーター、こんな大きいホテルなのに一機しかないの？と思いましたが、細かく区分けされているようでした。エレベーターも超豪華です。一瞬場違いなとこに来ちゃったかなと思いました。私のフロアは6階、向かって右側がバルコニーのついてあるお部屋、左側が窓のないお安いお部屋。そう、もちろん私のお部屋は左側のお部屋です。まあバルコニーについては後でお話ししたいと思います。ではお邪魔します。ホームページの写真で見ていた通りです。窓なんかなくてもめっちゃテンション上がります。そしてこちらがクローゼット、開けてみます。真っ暗ですみません。本当は上に照明あったんですが、つけてなかったです。一番下にはなんと体重計、旅行中に乗るのはご法度です。増えたら後で何とかするしかないです。その上はランドリーの袋など、そしてその上にお部屋着、赤くて可愛いです。その上にはアクセサリーなど小物を収納できる棚、そして冷蔵庫、水が2本冷やされていてありがたいです。さらにその上にはセーフティーボックス、ちょっと高いところにあるので、私は手探りじゃないと中が見えないので、忘れ物しないようにだけ気をつけました。ではデスク周り見ていきます。さりげなく台湾らしい飾り付けがいい感じです。コーヒー類やウーロン茶が用意されています。明日の朝はこのコーヒーいただいて出かけます。いろいろな種類の電源に対応していますね。台湾はコンセントの形状は違えど、そのまま挿しても大丈夫なので、変換プラグがいらないのもありがたいです。引き出しにはホテルの案内やケーブルが入っていました。コンシェルジュさんにお返ししておきました。いや、全然気にしてないんですが。バスルームへの扉は引き戸で一面鏡になっていて、これまた便利です。2人でこの形状だとトイレなかなか気を使いますよね。シャワーブースとバスタブが分かれているタイプでした。乳液的なボディーローションだって。これきっとご対応ですね。冷蔵庫の水を手にして夜市へ行ってきます。
帰ってきました。ロビーではピアノとバイオリンの生演奏をしています。オーバーザレインボーですが、著作権に引っかかるかもしれないので、残念ですが皆さんの脳内で再生してください。奥にはクラシックカーの展示がされていました。余談ですが、私はワーゲンバスのタイプ2という車にずっと憧れていて、いつか乗ってみたいと思っていましたが、未だ叶わず、きっと今後も叶わないだろうという感じです。上に登ってみます。散策しつつファミマに向かいます。ポストカードなども売っていたのかな。この辺りにはお店もいくつかありました。閉まっているところも多かったです。ここを右手に行くと金龍レストラン。とにかく複雑で、案内図を見てもいまいちわかりません。わかることはただ一つ、ファミマに行くには一旦外に出るということだけ。ファミマが入っているとは到底思えない外観。この時間には閉まっていましたが、ファミマの向かいには第一婦人コーヒーというなんとも素敵なネーミングのカフェがありました。見慣れた看板発見で落ち着きます。カップラーメンやお菓子のコーナーは日本と変わりませんが、レジ付近がだいぶ違いますね。ビールもホテル内だからと高くなく、市場と同じ値段でした。ファミマの奥にも部屋があるようでした。ホテルの敷地はとても広くて、プールやテニスコート、スポーツジムもあります。ファミマを一歩出ると、台北市内の夜景を楽しむことができます。左手側には先ほどのプール、そしてテニスコート。遠くに台北101も見えます。バルコニーのあるお部屋が見えます。このバルコニー、なんとお隣の部屋の人と、こんにちはしてしまう可能性があります。バルコニーの部屋ごとの仕切りの高さが低いので、ひょいっと飛び越えてきそうな感じなんです。2階をぐるっと一周してきます。お店や会議室があります。14階建て中国宮殿様式の本館は、赤い柱と金の瓦の堂々たる優雅な外観。豪華絢爛でクラシカルな雰囲気がオリエンタルな芸術的美しさを際立たせており、台北市を代表するランドマークの一つです。宿泊しなくても見学やレストラン利用のお客様も多く、有料ではありますが、ホテル内をガイドさんに案内してもらうホテルツアーもあるようです。秘密のトンネルというのがあるようで、要人のお客様が多かったため、彼らの生命の安全を守るために作られたようです。世界不思議発見でも取り上げられたようです。夜のグランドホテルもすごく素敵です。このカートでテニスコートの方まで連れて行ってくれるようです。撮影しだしたらキリがないので、お部屋に戻ります。フロントのソファーもさすがにこの時間人がいません。朝食はついていなかったのですが、
せっかくなので2日目はホテルの朝食をいただくことにしました。お値段は70元。案内してくださった女性、今思えば江口のりこさん風な女性でした。まずはどんなものがあるかチェックしに行きたいと思います。空いているあたりから撮っていったので順番ぐちゃぐちゃですが、台湾らしいものがたくさんあります。第1弾はライブキッチンで作ってもらったビーフンとあとはこんな感じで持ってきました。このビーフン、エビの出汁がすっごく出ててめちゃくちゃ美味しかったです。この辺りは日本語表記がなくてちょっとわからなかったのですが、でもなんとなくわかりますよね。この辺りはフルーツです。スイカにメロン、そしてその次からはちょっと不明です。こちらはドリンクやドライフルーツ、スナックやチーズ、ミルクもいろいろあるみたいです。次にパンとデザート類見てきます。その裏手にはイングリッシュフルーツケーキやマフィンにパンケーキ、スコーンもありました。食パンはベジタリアン用もあったようです。レモンジュース飲みます。蜂蜜も置いてます。全部食べるのは到底無理ですが、よく見かけるものから変わったものまでいろいろ楽しませてくれます。コーヒーのサーバーもめっちゃあります。デザートはこんな感じ。天井が高くて開放感のあるすごい素敵なレストランです。レストランの向かいはパティスリーになっているようでして、まだ準備中でした。この後はホテル内を散策してチェックアウト。街歩きにはちょっと不便なところもありますが、
リゾートホテルみたいな感じでホテル内を楽しむのがいいのかなと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。